必要なことを僕が一番大事にしていること、一番大事にしていることを、お伝えします。ものすごく簡単なことです。でも意外にやらないことです。環境にこだわれということです。皆さんこんにちは。僕は大学出てないんですけど、まあ、この近畿大学の、卒業式に、まあ、呼んで、いただけて、過去に結構面白い人がここに来て話して、僕も何か皆さんの、すいません、僕ね、いつもこうやって歩きながら話すんですよ。カンボジアの代表とか指揮してる時とかもこうずっと話しながら散歩しながらこうやって話して、まあ、あんま気にせず聞いてほしいんですけど、先に卒業おめでとうございます。今日何話すか、一切考えずに来ました。先にちょっと質問したいんですけど、もう将来の夢が決まってるっていう方手挙げてもらっていいですか。正直にある、ない人は挙げないでください。あ、めっちゃ少ない。もう一回その挙げてもらっていいですか。はい、もう 10% とかかもしれないですね、もしかしたら。じゃあその 10% の人、そのまんまもうやること明確であんま不安はないっていう人、今 10% の中でさらに挙げてもらっていいですか。まあ一部いる、多分その人は今僕の話聞かず寝てもらっても大丈夫です。自信満々だと思います。そのままもう我が道を進んでください。目標がない、夢がない、不安を感じているっていう学生の皆さんに、まあ少し僕なりの経験してきたことを、まあちょっとお話しできればなと思っています。最初に伝えたいことは、欲望を解放しろと、限界を決めるなということです。皆さんはすごいもう道徳感がすごくあって、ここまで来られて、何がリスクでどういう空気を読まないといけないのか、もう僕が見てきた世界の中でもトップクラスにみんなさんはもう20前半でそれを理解してます。一方でその賢さが、知識が、常識がかなり夢を持つことの足かせになっていると思います。実際聞いたら 10% ぐらいしか多分いなかったと、まあ多くて 20%。 子供の頃はこれなりたいとかあったはずなんですよ。小さい時はサッカー習い始めた時、なんか勉強をやり始めた時、なんかいろんなことをやり始めた時、多分最初はそれなりにやりたいことあったはずだと思うんですよ。芸能人になりたい、女優になりたい、歌手になりたい、ね、将来アメリカ行ってハリウッドスターになりたい、まあ、いろんなことで、学者になりたい、いろんなことあったと思うんですけど、徐々に欲望を抑えつけてるように皆さん若い人を見てると感じます。そうしないと多分変なやつだと思われたり、また言ってらと、前言ったことできんかったくせにまた言ってるって言われるのが嫌になってきて、怖くなってきて、人間関係が壊れるのも怖いから、だんだん知らん間にね、その欲望を抑えつけてます。まあアドバイスになればいいなと思ってるのは、まあ、限界を決めずに欲望を解放しろと。自分の心に自分がどうなりたいのかをしっかり聞いて、耳を傾けて、周りの言う人、邪魔をしてくる人の人に耳を傾けずに対話してみてください、自分と。そうすると多分第一ステップとして自分の目標とか夢とかこうなりたいっていうことが、まあ見えてくるんじゃないかなと思います。この夢を叶える話、必要なことを僕が一番大事にしていること、一番大事にしていることを、お伝えします。ものすごく簡単なことです。でも意外にやらないことです。環境にこだわれということです。環境にこだわれというのはですね、まあ、目標が
例えばサッカー選手になりたいと、サッカー選手でもじゃあ世界一になりたいと、まあ、そうなった時にサッカーのレベルが上がる環境に身を置くことが、まあ、いわゆるベストなわけですよね。当たり前のこと言ってますよね。それをその当たり前のことをやるだけです。目標が決まり夢を持てば、そのために必要なことっていうのは皆さん分かってるんです。分かってるけど成果が出せない人とか夢を叶えられない人の多くはその環境にこだわっていないからなんです。環境がこだわらない状況でめちゃくちゃ頑張ってるんです。ありません？そういう経験僕もありますもん。だから環境のこだわりが甘いんですよ。その状態はもっと伸びる場所、もっとその才能が生かされる場所があるはずなんです。夢に近づくスピードをもっと加速させる場所があるはずなんです。これまでは生まれた場所、親選べなかったですよね。大体規定路線ですよ、ここまではね。日本に生まれて近畿大学出る、まあ規定路線です。僕が信じているのはこの環境なんですよね。誰と会う、毎日何を見る、五感が最高の習慣を作ってくれるはずだから、サッカーでいうとレベルの高いいい環境で毎日練習する、激しい練習をすることが世界一やその J リーガーになる、プロサッカー選手になることの一番の近道。全くその環境下でない場所で自分なりにどんだけ一生懸命練習しているつもりでも、全国大会に行ったら全く違う化け物みたいなやつがいっぱいいたなんてことが皆さんの経験にもあると思います。まさにそれが僕が言っているこの環境にこだわるということです。一方で環境を身につけたら、いい習慣ができたら、周りからすごいですよね、すごいですね、それどうやってるんですかって言われても、え、当たり前のことなんやけどということがよくあります。その人にとってはもう環境が、その環境は当たり前なんだよ。ブラジルで生まれてサッカー上手くてブラジル代表になって、このパターンはそれです。彼らからしたら当たり前のことなんで、すでにもういい環境にいる人がその目標と結びついている人はラッキーです。でもそうじゃない人が多くいると思います。なので2つ目は環境にこだわってほしいと。いつかは死ぬ、生きたいように生きろと。この言葉が僕がどんなに追い込まれても、まあなんとかなるやろうと、楽観的にポジティブに、まあ今日この日までなんとか楽しく、生きてる、すごく大事な考え方だと思っています。皆さんも夢がない人、ある人、やり方がわからない人は環境にこだわって、それでも夢が叶うとは限らないですよね。その時にめちゃめちゃ悔しい思い、挫折すること今後たくさんあると思うんですけど、どうせ死にます。人はこの真理だけはまだ人類多分何百年後も到達できないんじゃないかと。どうせ死ぬんで、やりたいようにやってください。悩んだ時にはこの言葉に一旦戻ってもらえると、しょうもない悩みが吹き飛びます。思いがけないところで死は来ます。でももう仕方ないですよねっていう気持ちで物事を考えるようにできるようになれば、皆さんが今後大きな夢に向かって歩んで悩む時に、おそらく少しはこの言葉が助けになるんではないかなと思っています。はい、今日どれぐらいスピーチの時間いただけるんですかって言われたら、まあ、15分って言われたので、15分って言ったんですけど、どういう意味やねんって思うんですけど、僕は話が割と長いんで、早めに終わらせなあかんなということで、僕なりに、今日は、まとめてみました。少しでも皆さんの人生に役に立てれば僕は、嬉しかったです。はい、今日はありがとうございました。